大丈夫哇哦！我有说到他的，我就不敢答。小孩子，小孩子让你。小孩子吗？どうもこんにちは、シンガポールのシチです。本日はギルズフィッシングというシンガポールに新しくできた釣り堀にやってきました。今回はここで釣りをして、夕方には釣れた魚をコンドミニアムのバーベキューピットに持ち込み、ビールと一緒に魚のバーベキューをいただこうという企画となっています。ですので今回も釣っていくことが必須な企画ですね。今回行ったこの新しい釣り堀の位置ですが、シンガポールの北の北、ここですね。シンガポール最北端と言っても良いのではないでしょうか。もちろんマレーシア側もよく見える位置です。ここに行ったことのある方は少ないでしょうね。一番近い MRT の駅でいうと、シンガポールの北にある千波湾ですね。千波湾は私が10年以上前シンガポールで最初に住んだ場所です。そしてその千波湾もかなり遠いと感じるほど、釣り堀はより北にあります。もっと拡大したマップで見ると、釣り堀はここです。この周りは軍の施設、千波湾キャンプに囲まれております。一番近いバス停でもこんなに離れており、千波湾キャンプに囲まれている中、一つある一般道を北上すると目的地にたどり着くことができます。ですので目的地まで最初から車で行くことをお勧めします。ここでこの釣り堀の営業時間やコスト等の情報を解説しておきます。まず営業時間、24時間定休日なしの営業です。すごいですね。いつでも利用できますね。そしてお値段、3時間65ドルで日本円で6500円ぐらいですね。ちなみに今回我々はやりませんでしたが、エビ釣り施設もあります。そして釣り堀で重要となる魚の放流タイミング、この時間が分かっていればこの時間を挟んだ釣りの予定を立てるのが良いですよね。今回はお昼から始めており、午後1時に放流タイミングがありました。そして放流されている魚はこのような魚となっています。シンガポールの釣り堀ではよくいる魚たちですね。餌については現地で購入することもできます。我々は冷凍エビと生きたエビを使用しました。
啊，走了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 ，走あのね、ドラグが柔らかすぎんで、ちょっと硬いんだけど、マジで硬い。頑張って頑張って巻い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 て。あ、違う違う違う。うん。うん。リン頑張って引っ張って。大事大事頑張れ。リン頑張れ頑張れ。シャオ立てて。上がれ上がれ。オーケー。やったー。これなんかあれだ、あの天候にいいやつ。すごいぞ。いいねいいねいいね。